ルートビヒ・フィッシャーは、ナチス・ドイツの政治家。弁護士、突撃隊の召喚。突撃隊での最終階級は突撃隊中将。ポーランド総督府のワルシャワで、ワルシャワ地区行政長官を務めた人物。フィッシャーは1905年にカイザー・アスラウターンでカトリック信者の家庭に生まれた。1926年5月20日に、ナチ党に入党。 1929年2月に突撃隊に入隊し、突撃隊での最終階級は突撃隊中場。その後1937年に彼は国会議員となる。1939年9月1日にドイツ軍はポーランドへ侵攻した。ワルシャワはドイツ軍に占領され、ハンス・フランクを総督とするポーランド総督不良に編入された。フィッシャーは ポーランド総督府のワルシャワ地区の知事に任命された。フィッシャーは1945年1月にワルシャワからドイツ軍が撤退するまでこの地位であった。フィッシャーにはいくつかの戦争犯罪に対して直接責任があった。彼はワルシャワ月頭の設置に対して責任があり、多くの反ユダヤ的な法律を発布並びに月頭解体に関与した。彼は ポーランドのユダヤ人の大量の処刑、ユダヤ人労働者の労働プログラムと強制退去を含む占領された都市で多くの指揮に対しても責任があった。ポーランドの市民に対する犯罪のためにポーランド国内軍によって死刑を宣告された。彼の名前はポーランド国内軍暗殺リストで最初にリストに載っていた。1944年のアルシャワ放棄の前に彼の車は ハンティング作戦で撃たれたが、奇跡的にもフィッシャーは生き残った。フィッシャーはドイツ敗北後に連合軍に逮捕された。彼はポーランド当局に引き渡された後、ポーランド最高裁判所において裁判にかけられて死刑を宣告された。1947年はルジャワにおいて公主刑に処せられた。処刑の様子は映像に残されており、 2回ロープが切れて失敗した後に息絶えるまでが記録されている。ありがとうございます。